ーラ、アレックス取ってきて。庭でボール遊びをしているのは妹のサチと元盲導犬のアレックスだ。ねえ、私も一緒に。ダメ、アレックスは私だけと遊ぶんだから。そんな。行くよアレックス。最近サチはアレックスとべったりで私とアレックスを遊ばせてくれないんだ。私の名前は園寺リコ、小学5年生。生まれつき目が見えなくて盲学校に通っている。私もアレックスと一緒に遊びたいのに。お姉ちゃんは何年もアレックスと一緒にいたんだからもういいでしょ。妹のサチはわがままな性格で私はアレックスを困らせてきた。だけど過去にいろいろな事故に巻き込まれたことで反省して私やアレックスと仲良くなった。サチ、意地悪言わないの。ちゃんとリコにもボールを貸してあげなさい。やだよと思ったんだけど、最近またサチのわがままが始まった。アレックスはもう引退したんだからお姉ちゃんから解放してあげて。解放って。アレックスは私のパートナーの盲導犬だったけど、昨年10歳を迎えて盲導犬を引退したんだ。まあ二人とも元気ならいいか。そんなある日。サチ、来月誕生日だろ、どこか行きたいところはないか。パパがサチにそう尋ねた。我が家は誕生日に行きたい場所に行ける権利が与えられる。そうだな、テレビで見たんだけど土方山温泉に行ってみたいな。お、いいじゃないか、温泉に浸かってゆっくりするのもいいな。あそこ確かバリアフリーだったわよね。リコも楽しめるわ。ここペットお断りみたいだな。え、じゃあアレックスは一緒に行けないの。いつも旅行の時はバリアフリーかつペット可の場所を選んでいるんだけど。サチ、どうする。どこかに預ければいいんじゃない。便利屋のアントンさんとか。案外あっさり諦めてしまったんだ。まあ今回はサチの誕生日だから仕方がない。そうか。ごめんねアレックス、サチの誕生日だからね。楽しみだな。あんなにアレックスを独占してたのに。1ヶ月後。アントンさん、こんにちは。あお、久しぶりだね、元気だったかい。私たちはアレックスを預けるために便利屋のアントンさんの元を訪れた。アレックスも元気そうで何よりだ。お知り合いなんですね。かわいいワンちゃんです。アントンさんには過去に何度もサチが危ない目に遭った時に助けてもらったことがある。アレックスもすっかり懐いているし安心だ。そんなことより、人間のアレックスさんを早く見つけなさいよ。いつまでかかってるの。すまない、まだ調査中なんだ。サチは私の盲導犬と同じ名前の便利屋のアレックスさんという人に恋をしているんだけど、行方不明になったまま依然見つかっていないみたい。心配だな、アレックスさん。それから私たちは旅館へ向かった。すっごい楽しみ。お風呂も広いんだろうな。そうね、楽しみだわ。普段は意地悪ばかりのサチだけど、やっぱりサチは私の可愛い妹。今回の旅行楽しんでくれるといいな。着いたぞ、広いな。うわー、豪華ね。みんなの反応からホテルはとっても豪華みたいで、私もなんだかワクワクしてきた。じゃ、チェックインしてくるぞ。いってらっしゃい。ここでかくれんぼしたら楽しそう。え、かくれんぼ。そのサチの言葉で私に緊張が走る。かくれんぼにいい思い出は何もないんだ。サウナの中に冷蔵庫、貯水タンクといろんな場所に閉じ込められてきたサチ。またかくれんぼしようなんて言い出さなきゃいいけど、まあ大丈夫だよね、あんなに何度も痛い目に遭ってきたんだもの。それから早速私たちは温泉に入った。大浴場最高だったわね。癒されたな。うん、とっても気持ちよかった。温泉は視力関係なくみんなと同じ体験ができるから私は大好きだった。そして待ちに待った夕食。うん、こりゃ最高だな。この刺身も新鮮だ。このお肉も美味しい。どれもとっても美味しいよ。本当だね、大浴場と同じくらい評判のいい夕食に私たちは大満足だ。ちょっとトイレに行ってくるな。あ、私も行ってこようかしら。二人とも待っててね。はい。その後パパとママは途中席を立ち、私とサチはそのまま料理を楽しんだ。その時サチと二人きり。またサチにかくれんぼしようなんて言われたらどうしよう。私は急に緊張してきた。いつもサチと二人きりになった時に事件は起こるから。ん？どうしたのお姉ちゃん。え？うん、なんでもない、美味しいね。よかった、大丈夫みたいね。だけどサチはこの夜変なことを言い出すことはなかったのだった。あー、お腹いっぱい。美味しかったわね。さ、今日はもう寝ようか。うん、おやすみなさい。何事もなく今日が終わる。よかった。そうだよね、サチもさすがに反省してるんだ。はあ。翌朝、
朝ごはんも最高に美味しいわ。アレックスも連れてこられたらもっと楽しかったね。そうだな、今度のアレックスの誕生日にはペット科の温泉旅館にでも行こうか。うん。あ、こんな時間。おお、本当だ。俺たちだけでも早く戻って荷物をまとめないとな。チェックアウトまでの時間が迫り、パパとママは先に部屋に戻るみたい。二人で部屋まで戻ってこれる？当たり前でしょ。うん、サチもいるし大丈夫だよ。よし、じゃあまた後でな。そしてパパとママはバタバタと言ってしまった。今回の旅行楽しかったね。うん、楽しかったけど。けど？何か物足りないよね。え？物足りない？その時サチが妙なことを言い出した。なんかドキドキが足りないというか。え？どういうこと？あ、そうだ、いいこと考えた。この時何も言わずとも私は分かっていた。サチはきっとこう言い出す。デザートをかけてかくれんぼ対決しようよ。う、やっぱりそう、かくれんぼしようってね。やめようよサチ。なんで？楽しいじゃん。今までだってかくれんぼしていろんな目に遭ってきたでしょ。だからもう大丈夫だって。それに今回は私の誕生日旅行なんだからいいじゃん。どうしてあんな目にばかり遭っているのにかくれんぼをしたいのか私には理解できない。私は必死に止めようとしたけど。いいじゃん、一年に一度の私の誕生日、可愛い妹のためにね。自分で言うこと？誕生日を盾にしたサチの願いを私は断ることができなかった。わかったよ。はーい、じゃあ私が隠れるから、お姉ちゃんは20分以内に見つけ出すこと。見つからなかったら私の勝ち。デザートは私がいただくからね。分かったよ。そしてこれは預かるね。あー、まあ今回もそうだよね。そしていつものようにリコは私の白状を取り上げる。すっかり慣れてしまった自分が怖くなった。じゃあ始め、急いで探してね。もうサチったら。昨日のうちに隠れる場所はリサーチ済みよ。私は昨日目をつけておいた場所に向かった。そう、昨日からかくれんぼをすることは決めていたんだ。あそこなら絶対に見つかりはしないわ。ここなら絶対に見つからないよ。昨日見つけた古そうな倉庫、ここはあまり使われていなさそうだし、こんな地味な場所目が見えていても見つけられないよね。う、埃っぽいわね。そして私は倉庫の中で身を潜めた。まああと20分だけ待てば私の勝ちよ。え、もう来ちゃった？まさか。だけどその時入り口の方から音がして。あ、やっぱり閉め忘れてた。やばいやばい。鍵をかけられたような音が聞こえてきたんだ。私は急いでドアの方へ向かった。開かない、ホテルの人が閉めたのね。すると案の定鍵が閉められていたようで、私は倉庫に閉じ込められてしまったんだ。それでも私は冷静だった。まあ閉じ込められ慣れてる私からしたら、寒くも暑くもない空気もちゃんとあるここなら楽勝ね。次に開けてくれるのを待てば。次開けるのは来年の創業記念の時か。看板くらい作り変えればいいのに。え？今なんて？次開けるのは来年？だけどすぐにその冷静さは崩壊してしまった。嘘でしょ？ちょっと待って、ここに人がいるわよ。開けて、開けてよ。私は必死に呼びかけたけど全く気づいてもらえない。あ、やべ、早く戻らないと怒られちまう。待って待って、私この中にいるんだけど。そして旅館の人は行ってしまったみたいで、外から物音一つしなくなってしまった。もうサチ行ったらどこ行ったのよ。こんなに広いホテルで見つけられるわけないよ。もういいよ、デザートくらい20分経つまで待ってようかな。白杖がなく壁伝いで歩いていた私は今回は諦めて待つことにしたんだ。もうすぐ20分が経つ頃かな。そしてかくれんぼが始まってからおおよそ20分後。お、どうしたんだリコ、こんなところで。あれ、白杖はどうしたの？パパ、ママ。先に私はパパとママと合流を果たした。それから私はパパとママに事情を説明。というわけでまたサチを探しているの。またかサチのやつ。ほんと懲りないんだから、嫌な予感がするわね。今までの経験からみんなサチの身の心配をしている。サチ、やっぱり今回もどこかに閉じ込められちゃったのよ。まったく、本当にどこに行ったんだ。だから私たちは必死にホテル内を探したけど、30分経っても全く見つかることはなかった。ここは倉庫か。ここは埃かぶってるし、しばらく使われてなさそうだな。サチ！え、その声はパパとママ？パパ、ここよ、この中に。
もう行っちゃった。その後、私たちはホテルの人に事情を説明し、警察を呼んでもらった。あの時間に空いていた場所は全て捜索したのですが、見つかりませんでした。そんな、あの倉庫は空いていたんだが、まああそこに入るわけないか。閉め忘れてたってバレるのも面倒だし、黙っておこう。だけどこの日、サチが見つかることはなかったということになってしまって。サチちゃんが、それは大変だ。翌日、私たちはアレックスを預けたアントンさんの元を訪れ、事情を説明すると、手伝うと言ってくれたんだ。アレックス、アレックスも手伝ってくれる？こうして今度は、便利屋の皆さんとアレックスを連れて、私たちはホテルへと向かう。そっか、わからないか。早速、ホテルの朝食会場で、アレックスに匂いを嗅がせたけど、清掃が入っていたらしく、匂いは残っていないらしい。隣の森は迷ったらなかなか出られないだろうし、遭難した可能性は十分あるはずだ。ホテル内だけじゃなく、近辺の至る場所を手分けしてサチを探した。だけど夜になってもサチの姿は見つからなかった。どこに行ったんだサチ。本当にあの子ったら、何度心配かけたら気が済むのよ。そしてサチの行方が分からなくなって3日が経過。サチ、どこに行ってしまったんだ。今までなんだかんだ無事だったのに、まさか今回は。大丈夫、きっともうすぐ見つかります。アントンさんは励ましてくれるけど、さすがに3日も見つからないと最悪の想像が頭をよぎる。その時、幸ちゃんの居場所が分かったかもしれません。なんだって。やってきたのは便利屋の一条さん。どういうことだ。急ぎましょう、車の中で話します。あの日ロビーを通っていれば親御さんが気づくはず。他の出口も調べましたが、どこも人目の多い場所でした。つまり幸ちゃんはホテルの中なんですよ。なるほど。ですが、全て調べてもらったはずですよ。ええ、ですがスタッフ全員に当たったところ、一人だけ気になる証言をする人がいたんです。ある倉庫の鍵を閉め忘れて、あの朝に閉めたんだよね。他のみんなは前日から閉まってたと思ってるみたいだけど。それはどこですか。サチ、サチちゃん、サチいるの。そして急いでやってきた倉庫には、サチがぐったりした状態で倒れていたみたい。サチ大丈夫。息はあるの。なんでこんなことに。大丈夫、弱いですがちゃんと息をしているみたいです。とにかく救急車だ。大丈夫かい、サチちゃん。アレックスさんじゃない。迷った時には原点に帰る、無事で何よりです。そしてそのまま救急車でサチは運ばれていった。サチは倉庫にあった災害用の水とパンパンを食べて、なんとか生きながらえていたらしい。子供の安否より自分の保身を心配するなど言語道断、クビだ。そして倉庫の報告をしなかったスタッフは解雇されたと聞いた。大丈夫かい、サチちゃん。私、助けに来てくれた一条さんが王子様に見えて。ダメよ、私にはアレックスさんという運命の人が。ああ、私はどうしたらいいの。元気そうでよかったよ。サチは何があっても大丈夫。何度もピンチを乗り越えたサチを見て、私はそう思ったのだった。